首位と3位の直接対決、昇格レースを占う大一番です。2020明治安田生命 J2 リーグ第23節、ビファーレン長崎対徳島ヴォルティスの一戦をお届けします。さて、ここで19節ジュビロ磐田戦で J2 3 100試合を達成した二見博選手のセレモニーが行われます。今ビビ君から花束が渡されました。さて、長崎は前節から9人メンバーを変えてきました。ゴールキーパーは徳重、ディフェンダーは前熊角田、二見亀川、ミッドフィルダーは名倉、海洋セザール、秋野沢田、ツートップに富樫と玉田です。対するアウェー徳島は前節から6人メンバーを変えてきました。ゴールキーパーは上福本、ディフェンダーは藤田、内田、石井、福岡の4人登録です。ミッドフィルダーは小西、岩尾、渡井、スリートップに杉森、川田、西谷が入っています。さあ、セットプレー、長崎はセットプレー、ファーを狙ったボール、ヘディングシュート、上福本が手を当てました。ワイクマのヘディング、ワイクマ選手今フリーになってましたね。そうですね、マークを振り切ってますね、はい。うん、いいボールですね。さあ、中央、ここに小西がいました。さあ、中央へのボール、藤田のシュートは惜しくも枠を捉えることはできませんでした。藤田選手、素晴らしかったですし、はい、まあ、合わせた川田選手もよく見てましたよね、はい。両チームともにボール支配率がリーグでも屈指のチームでして、徳島は 57.2% でリーグ3位。さあ、右サイドから低いクロスが入ってくる、富樫がいる、左足のシュート、上福本を抑えました、玉田のシュート。ここ前熊選手からのボール非常に良かったですよね、はい、中央に入ったボールに対して玉田選手も距離感よくサポートいけてましたし、中盤の渡井です。さあ、コーナーキック、キッカーは小西、うん、ショートを狙っていきました。藤田のボール、中央へのボール、すらして枠を捉えることはできませんでしたが、いいボールでしたね。1個合えばニアサイド川田選手いましたし、はい、二人が受け直します。玉田から右サイドバック前熊、加藤選手上がってますよね。さあ、名倉のシュート、サイドネット、うまくもう一度名倉が受け直してシュートを打っていきました。はい、さあ、福岡にボールが出た、福岡キープできるか、加藤セザールがボールを奪う、チャンスですよ。長崎中に2枚、名倉のシュート、うまく右サイド対応せざるからのボールでしたが、今ここですよね、隙、相手のトラップミスを見逃さなかった対応選手、はい、素晴らしかったですし、ここ前に運ぶ力で、さらにフリーを見つけて最後ラストパスを送りましたけど、観客からの手拍子、村森監督もテクニカルエリアの最前線で見守ります。中央へのボール、マイクマのヘディング、玉田が合わせましたが枠は捉えられませんでした。最後、玉田選手合わせるだけだったんですけど、ちょっと視界にディフェンスが入りましたかね。秋野がボールを奪いました。さあ、イバルボ、さあ、台のところ、徳島奪って、さあ、いいボールですね、前向いた渡井、中の枚数増やしたいですけどね。中に柿田がもう一度渡井へのところ、二見の対応です。もうさあ、岸本です、徳島チャンスになる、うん、渡井のシュート、ネットを揺らした、先制は徳島、岸本のクロス、渡井がうまく足を当てていきました。88分を過ぎたところ、上げたところが良かったですよね、はい。まあ、ここで1個運ばずに、もう1個運ばずに、相手が来る前にしっかりとアーリーボールを入れた、でそこでスペースを見つけて、渡井選手と柿田選手もニアに入ってましたし、
さあ前送った、ここで試合終了のホイッスル。首位徳島ヴォルティス、これで7戦負けなし、勝ち点3、勝ち点を47に積み上げました。